はい、本日はですね、真冬の通勤のアウターの選び方のお話をしていきたいなというふうに思います。で、これはですね、結構質問とか視聴者の方からいただいてたり、あと友達とかからも聞かれることが多かったりとかして、その自転車の時何着ればいいんとか、あとバイクの時何着た方がいいんとかって結構聞かれることが多いんですけども、まあ、僕はあくまでも別に店員さんでもないので、まあ、僕の個人的な考えとかっていうお話をしていきたいかなというふうに思うんですが、保温性とか防風性のお話なので、ファッショナブルとかかっこよく着るっていう話ではなくて、いかに暖かく着るかっていうお話をしていきたいなというふうに思います。で、暖かく着る上で重要なことって何かなって、まあ2つあるかなというふうに思うんですけど、1つは風で、もう1つが温度。この2つをカバーできれば、まあ多分そんなに寒くなく通勤できるんかなというふうに思ってて、やっぱり風が体に当たるとやっぱ疲れたりとかしんどくなったりしますし、まあ寒かったりすると思いますし、温度が低かったりすると、まあ、寒さを感じると思うので、まあ、この2つさえカバーすれば、まあ、理論的にはいけるんかなというふうに思ってて、今から5つ紹介していきたいんですが、バイク、自転車、車、徒歩、電車、この5つの通勤の着方のお話をしていきたいなというふうに思います。まず一つ目のバイクっていうのが、よく自転車と似てるなっていうふうに思われがちかなとは思うんですけど、まあ、自転車とは決定的に違うのは、バイクってまあそのモーターがあるとかヘルメットかぶるとかってもちろんそうなんですけど、それだけじゃなくて手首だけで移動してるっていうところになってるので、あんまり自分の熱っていうのがないかなというふうに思うので、まずバイクは先ほど言った風と温度やったら両方ともカバーしないといけないと思うので、まず風をカバーするために、やっぱり着丈の長いアウターであったり、しっかり手首が締めれるようなアウターであったり、首元が風が入ってこないようなアウターを選ぶっていうのが大事 で、なおかつ温度に関しても手首しか使わないので、そんなに体温が上昇するっていうことがないっていうふうに考えると、やっぱりダウンジャケットが一番いいのかなというふうに思ってて、ダウンジャケットでここも袖から風が入ってこないようなベルクロがあったりとか、着丈が長くてお尻まで隠れたりとか、まあ、首元から風が入ってこないように襟が高く設定されてたりとかっていうものを、まあ、選んだ方がいいんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、それをすれば風と温度両方カバーできるかなというふうに思いますので、バイクの場合は着丈の長いダウンジャケットが、まあ、おすすめかなというふうに思います。で、次自転車に関してはですね、自転車も同じように二輪で動いてるんですけども、あれは全身を使って、まあ、特に体の筋肉の中でも大きい大腿四頭筋とか足の筋肉を使ってるので、体温が結構すぐに温まりやすくなってるので、バイクと同じようにダウンジャケットを着ちゃうと、まあ、少し暑すぎるっていう風に思うので、自転車も同じように風と温度を両方ともカバーしないといけないかなとは思うんですけども、まあ、風に関しては、まあ、こういう僕が今着てるような防風のアイテムを着ること、まあ、シャカシャカなやつを着て、さらに中に関してはダウンじゃなくても例えばフリースとか、まあ、フリースで寒いっていう方は、まあ、薄手の、よくユニクロとかで今売ってると思うんですけど、ライトダウンっていう薄いダウンがあると思うんですけど、そういうのを中に入れておけば、まあ、風もシャットアウトできますし、中もあったかくできるっていうことになってて、まあ、ちょっと漕いでて暑くなったりとかして、まあ、通勤のその自転車がどれくらいかわからないんですけど、まあ、長かってちょっと暑くなってきたなと思ったら、この前のジップを開けたりとかで、中のライトダウンも開けたりとかしたら、まあ、外の風が冷たいのですぐに熱気って出ていきますし、でまた寒くなったら閉めたらいいだけなので、ダウンジャケットだとやっぱり自転車乗るには温まりすぎるので、まあ少し暑いんかなというふうに思うので、まあそういう重ね着、自転車に関しては重ね着をして、まあ、ダウンジャケットの役割を作った方が、乗り始めの寒い時も乗ってる最中の暑い時も、まあ、快適に過ごせるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、シャカシャカっていうか、こういう防風の生地を着て中にフリースであったりライトダウンを着るっていうのが、まあ一番快適に過ごせるんじゃないかなというふうに思います。3つ目の車に関してはですね、まあ車は乗ってる最中って、先ほど言った風と温度に関しては、風はまあ車に乗ってる時ってあんま感じないと思うので、温度の方が大事かなと思うので、まあフリースとか、あとまあ薄い、さっき言ったライトダウンとかっていうのを着ればいいかなと思うんですが、まあただフリースだと車を乗り降りするときがちょっと寒いんかなって、まあ僕個人的には思うので、まあ僕はよく車に乗るときはライトダウンを着るようにしてて、ライトダウンやったら運転もそんなにゴワゴワしないですし、で外に出てもまあそんな寒くないっていう感じなんですけど、やっぱりダウンを着ちゃって運転するとやっぱハンドルとか回しづらかったり、で逆にフリースやとちょっと降りた時寒かったりすると思うので、まあ一番個人的に僕は結構ズボラで脱いだり着たりするの嫌なので、まあそれやったらライトダウンをまあ着てるっていうのが多いんかなというふうに思うので、まあライトダウンが一番いいんじゃないかなと思います。そして4つ目の徒歩に関しては、まあ徒歩
こもその自転車とちょっと似てるなと思って、まあ、歩いてるのでやっぱり体温が上がってきたりしやすいんかなと思いますので、まあ、それ考えたら、まあ、別にダウンでも、まあ、自転車と同じ感じでもいいかなと思いますし、別にまあ寒がりの人だったらあのダウンでもいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこれは個人差あるんかなと思うので、まあ、ただ確実に言えるのは家出た瞬間と、まあ、歩いてて30分経った時では確実に体温は違うので、まあ、どっちに焦点当てるかで、あの家出た瞬間に焦点当てるんだったらダウンの方がいいやろうし、まあ、途中で暑くなってくることを考えてるところに焦点当てるんだったら、まあ、こういう防風のジャケットにインナーダウンとかの方がいいとは思うんですけど、まあ、そこはちょっと好みかなと思うので、まあ、これに関してはあの、まあ、ダウンもあのいろんな着方がありということにしときたいなと思います。で最後の電車に関してはですね、先ほど言ったみたいに気温と温度に関しては両方ともカバーされているので、まあ、そんなに気にすることないかなと思うんですけども、ただホームで待ってる時とかが寒いのでやっぱり防風は絶対大事やなと思うので、防風風は通さないっていうふうにはするべきやとは思うんですけど、あとはダウンが、まあ、そのさっき言ってたみたいにライトダウン程度でいいのか、いや車内電車内に入ったら暑いからフリース程度でいいのかって、まあ、これも人に分かれるとは思うんですけど、がっつりバルトロとかのダウン着て電車乗ると、まあ、少し暑いっていう感じにはなると思うので、まあ、電車を待ってる時に焦点当てるのか乗ってる間に焦点当てるのかによって、まあ、違うとは思うんですけど、僕は一応寒がりなのでいつもあのバルトロを着てて、で電車に乗った瞬間前を開けるっていう感じにまあしてたかなというふうに思いますという感じなので、まあ、最後の徒歩とか電車に関しては結構その個人差があるので、人によって暑がり寒がりがあると思うので、まあどれがいいって一概には言えないかなと思うんですけど、まあ最初に言ったバイクは間違いなくダウンやだなと思いますし、自転車は防風シェルにライトダウンがまあ僕は個人的にいいかなと思って、暑くなったら前を開ければまあクーラーみたいな風が、外の外気が寒いのでクーラーみたいな感じでまあ涼まるんかなとまあ僕は思ってるので、まあそれが一番いいんじゃないかなというふうには思います。以上が真冬の通勤の快適なアウター選びっていうことやったんですけど、まあそれはあくまでも最初言ったみたいにおしゃれに着るとかじゃなくて、いかに防風性とか快適性があるかっていうところになってるかなと思いますので、基本的には気温どっちもカバーできれば快適性にもなると思うので、まあ、この2つを意識すれば、まあ、快適になると思いますので、あの高いアウトドアのブランドを着る必要もないと思いますし、別にユニクロでも防風できて保温ができれば問題ないと思いますので、まあ、そこをちょっと意識してみてはいかがかなというふうに思います、はい、ということで、本日はですね、真冬の通勤の、快適なアウター選びについて話してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。